2日ほど乾燥させればいいでしょう。なぜこんなガレージでやっているかと言いますと、猫が邪魔するんで、とってもうちの中でやってられないんで、ガレージでやってます。それでは早速作業にかかりたいと思います。10分ほど、フライパンで熱しましたんで、だいぶね、こう口が開いてるのもありますね。まだ熱いです。熱いうちに、割りたいと思います。ちょっと暗いですけれども、この合わせ目に合わせますね。これで全て、割れました。次はですね、この中身を取り出していくんですけども、これほじくるみんでほじくりたいと思います。この時のですね、コツは、殻を中に入れないことですね。殻を入れると食感が悪くなりますので、殻を中に入れないようにします。これがなかなかね、大変なんですよ。くるみの作業でこれ一番大変だかもしれないですね。いやー、これはね、地味なね、仕事ですね。疲れました。ちょっと疲れてきました。やっと1回分終わりました。